皆さん、こんにちは。オンライン日本語を始めていきたいと思います。今回は、運動を表す言葉ということで、皆さんの日常の中で大変よく使う言葉を集めてみました。なので、しっかり覚えていきましょう。それでは、始めましょう。まず、こちら。人がものすごい勢いで動いていますね。このように人や動物が足を速く動かし移動することを走ると言います。では発音の練習をしてみましょう。私の後に続いて言ってみてください。走る、走る。次の言葉に行きます。続いてはこちら。野球選手などが行うこの動きです。手に持っているものを空中に放ったり、遠くに飛ばすことを投げると言います。では、練習してみましょう。投げる、投げる。では、次に行きましょう。続いても野球選手のこの動きです。物を他のものに向けて強くぶつけること、また、ぶつけて飛ばすことを打つと言います。では、練習です。打つ、打つ。では、次に行きましょう。次はこちら。何やら人が空中にいますね。このように勢いをつけて地面を蹴り、体が空中に上がるようにすることを飛ぶと言います。では、練習してみましょう。飛ぶ、飛ぶ。それでは次です。今度はサッカーの選手がよく行うこの動きです。足を勢いよく物にぶつけて、物を飛ばすことを蹴ると言います。それでは練習してみましょう。蹴る、蹴る。それでは次です。これで最後になります。今度は人が水の中で何かをしていますね。人や動物が手足やヒレを動かして水面や水中を進むことを泳ぐと言います。それでは練習です。泳ぐ、泳ぐ。それではここからは勉強した言葉を例文で使っていきましょう。一つ目は、あの人は走るのが速い。あの人は走るのが速い。二つ目は、ボールを投げる。ボールを投げる。次の例文はこちらです。バットでボールを打つ。バットでボールを打つ。四つ目は、ハードルを飛ぶ。ハードルを飛ぶ。そして最後の二つになります。石を蹴る。石を蹴る。プールで泳ぐ。プールで泳ぐ。このような感じで文で使ってみてください。では、最後に今回勉強した日本語をクイズ形式で復習してみましょう。3枚のイラストがあります。それを下に書いてある正しい日本語とつないでみてください。それではやってみてください。それでは答え合わせです。左のイラストは、走る、
真ん中のイラストは泳ぐ。右のイラストは打つが正解でした。どうですか？正解した人は今回の動画は完璧です。間違えてしまったところは動画を戻って復習してみてください。お疲れ様でした。これでオンライン日本語、運動を表す言葉は終了です。今回勉強した6個の言葉は生活においてよく聞く言葉だと思います。繰り返し発音してぜひマスターしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。